うん、まあ、やっぱり人が嫌がることはしちゃいけないですよね。今子供や若者の中で、まあ、孤独感や孤立感を感じる人が増えてます。で、皆さん孤独と孤立の違いって知ってます？孤立っていうのは、一人でいる人のこと。ただ孤独っていうのは自分がその誰ともつながりを持てていないというふうに感じることなんですね。例えば子どもたちは、まあ、毎日学校に行ってて、で、まあ、クラスメートもたくさんいるんで、見た目は孤立はしてないけれども、実は友達から嫌なこと言われてたりとかいじめられたりしてて、孤立はしてないように見えるけどすごく孤独感を感じているような、そういう子どもたちも多いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、そういう意味では子どもたちの、まあ、そういった孤独感を少しでも解消するように、まず大人が寄り添わなきゃいけないと思ってます。まあ、スクールカウンセラーなんて言ってますけれども、子どもたちが何か困った時に気軽に相談できる人というのを増やしていこうとしてますし、対面でなかなか悩みを言いづらいとか恥ずかしいっていう、まあ、そういう子どももたくさんいるので、まあ、SNS とかそういう、あるいは匿名でとか、そういった形で相談できるような窓口っていうのも増やしたいと思ってますし、まあ、重要なのはそれだけじゃなくて、例えば誰かがいじめられてたりとか煽られたりしている時にやめようよって言える、まあ、身近な友達がいるかいないかで、すごくその子の幸福感っていうのは変わってくると思うので、まあ、身近で、まあ、そういうやめようよと言える友達を増やせるような、まあ、そういう取り組みを子ども家庭庁後押しをしていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。